今日はですね、うん、あのスーパーマン、みんな知ってますよね、スーパーマンの、はいはい、まあ、新たにですね、もう全然違うタッチで描いたあの映画で、アメリカで大ヒットしてるですね、マン・オブ・スティールというね、映画について話します、うん、はい、でちょっとまあスーパーマンといえばやっぱりこの音楽なんで、ちょっと聞いてください。はい、そうそう、これね、うん、こんなイメージですよ、絶対、ね、ヒーローやってきたぞみたいなね、撮りたみたいなねそれ竹ちゃんマンでしょもうこれはね、もう本当、ジョン・ウィリアムス大先生のね、うん、作曲ですけど、この人、まあ、ほとんどどの曲も同じなんですけど、全部これ似た感じなんですか、の作曲家ですけど、はい、でも上がりますね、やっぱりね。上がる。ところが、今回のマン・オブ・スティールっていう新しいスーパーマンは、この音楽使ってないんです。スーパーマンなの？これを使わないんですか？使わないんですよ。これがないスーパーマンなんて、ちょっと待てよみたいな感じなんですけど。うん、でこれマン・オブ・スティールってタイトルですけど、タイトルにスーパーマンってついてません。はい、ついてない。確かに。もうこれはもう今までのスーパーマンと全然違うんだよってことなんですね。へえ。はい。でマン・オブ・スティールってのはね、鋼鉄の男って意味なんですけれども、うんうん、あの原作の漫画の方でマン・オブ・スティールっていうシリーズがあったんですよ、スーパーマンが出てくる。でその辺が元になってるんですけれども、これはあのバットマンがね一回全然違う、うん、タイトルでダークナイトっていうタイトルで公開したことあるんですね。はいはい。あれは要するに今までのバットマンとは違うんだよってことでやったわけですけれども、それと同じでもう全然違うものにしてるんですよ今回。へー。でどういうふうに違うかっていうと、一番違うのはですね、うん、赤いパンツ履いてないんです、スーパーマンが。え、スーパーの青い全身タイツみたいなやつにちょっと赤いパンツですもんね。だってあれどう考えても変ですよ。まあ確かに。全身タイツの上にブリーフ履いてるんですよ、うん、赤いパンツ、きちっとした、確かに、はい、人を救ってなかったら警察に捕まるタイプですよねでしかも黄色いダサいベルトがついてるんですよ、太い。あ、そうですね。そっか、でもスーパーマンといえばですよね、うん、これですよ。でもこれでもすごいダサいんですよ昔から、はい、うん、子供たちもやっぱりスーパーマンあんまり好きじゃないんですよ。え、あ、そうなんですか。やっぱり下着をタイツの上に履くっていうのは恥ずかしいっていうね。これをうまく着こなすのはちょっと難しいですね、確かに。ちょっとなんかこれかっこよくなんないですよね、これね。で、スーパーマンっていうのは実はついこの間ですね、はい、数年前に一回リメイクされてるんですよ、映画で。もう本当数年前なんですけども、はい、それはでも赤パン履いてたんですよ。うん。で、だからあんま新しい感じがしなかったんですね。うん。で今回赤パンなしなんですよ。なし。へぇ。で、もう一つスーパーマンといえばですね、あの前髪、うん、前髪がね、カールした S の字になって額に垂れてるんですよ、スーパーマンって。はいはいはい。必ず垂れてます。え、それも、ね、必ず毛がこう垂れてるんですよ、こう、うん、スーパーマンといえば、うん、はい、クリンってなってますよね。ドクタースランプあられちゃんに、はい、あの著作権無視で梅干し食べてスーパーマンって出てきますよね、はい、著作権無視でか。あれもちゃんと髪の毛前髪垂れてるんですよ。そうだ、一草、はい、でも今回垂れてないんですよ。なんかスーパーマンといえばってものを全部こう外しちゃってるんですね。全部外していくんです。しかも映画の中で1回しかスーパーマンって言葉が出てきません。え、なんと。え、でもスーパーマンの話なんですよね。そうでね、この映画、今回マン・オブ・ステルってどういうのかっていうと、うん、スーパーマンというのはもし本当に実在したとしたならば、うん、一体どうだったろうってことを徹底的にリアルにリアルにリアルに考えた映画なんですよ、うん、ね、と言いますね、そうすると一番変なのはスーパーマンっていうのは実は宇宙人なんですよね、うんうんうん、クリプトンっていう星から来たクリプトン星人なんですけれども、うんうん、なぜか胸に S っていうスーパーマンの S っていう字が書いた服を着てるじゃないですか、はい、なんで宇宙人が S っていうアルファベットのなんていうの、頭文字の服を着てるかっておかしいじゃないですか。あ、そ、スーパーマンの S じゃない、スーパーマンの S、はい、ね、SM の S じゃないですよね、おかしいでしょ俺は S だ、宇宙人なのに違う違う、はい、アルファベット使ってると、うん、うん、あ、そっか。今回はそれもちゃんと説明があるんですよ。その説明がある、この S が何の S かってことですか。そう、胸に S って字が書いてあるわねって言うんですよ、あの恋人になるロイス・エンっていうあの女性新聞記者がね、はい、とそのスーパーマンはこれ S じゃないんだよと、え、うん、言うんですよ、はい、クリプトン星では希望の印なんだよ、でこれ形なんだよって言うんですよ、たまたま地球の S に似てるだけなんだって説明するんですよ。ほう、すごいでしょ、もういろんな説明があって、スーパーマンでマントつけてるじゃないですか、はい、
あれもなんか変じゃないですか、はい、あのね、あれがないと飛べないっていう、その飛ぶ能力を増幅するためのなんていうかマシンなんだみたいな説明があるんですよ。マシン、そう、あれをつけることで飛べるんですよ、スーパーマンは、うん、あれがないと飛べないって話になる。そうですよね、やっぱりマントありますもんね、スーパーマン。そうなんです。で、そういう説明がすごく細かく入ってくるんですよ、うん、で、本当にリアルにやったっていう映画になってるんですね、うん、で、リアルにやったらどうなるかっていうと、ものすごい暗い内容なんですよ。はあ、これどうしてかというと、スーパーマン、子供の頃からスーパー能力があるから、うん、普通の子としてなんていうか暮らせないんですよ。うん、いろんな能力持ってるんです。で、例えばスーパーマンの能力ってのは、要するに何キロも離れたところで落ちる針の音まで聞こえるんですよ。針が落ちる音が何キロ先からでも聞こえるって能力なんですね、はい、うん、と子供の頃それがコントロールできないから、うるさくてしょうがないんですよ。うるさくてしょうがなくて、ね、ね、ノイローゼみたいになってくるんですよ、小学生の頃。スーパーマンは、はい、でもう一つはスーパーマンって透視能力があるんですよ。あ、はい、だから学校で先生とか友達はみんな骸骨に見えたり、食べ物のところのお腹にあったり、内臓とか全部見えちゃうんですよ。で、気持ち悪くなっちゃうんですよ。え、これ、町山さん、これって、今回、はい、コメディなんですか？いや、違いますけどね。そういうシーンが本当にあるんですよ。子供が小学校で学校の先生の顔の中身が見えて気持ち悪くなっちゃったシーンがあるんですよ。へー、スーパーマンが、うん、これはやっぱりものすごくうまくその投資能力をコントロールして服だけ透かすようにした方が良かったですね。はい。地球そこからそんなに思春期ぐらいになったらそれぐらいの能力。思春期だったらね、でも大変だと思う。それはそれでまたいろいろ、はい。で、結局いられなくて人間たちの中で生活できなくなっちゃって、うん、でしかもすごい能力があるのに喧嘩しちゃいけないって言われてるんですよ。あ、そこ強いし、喧嘩したら殺しちゃうから相手を、うん、はい、でもういられなくなっちゃって自分探しの旅に出るんですね、彼は。へえ。っていう話で、しかもその自分探しの旅を33までやってるんですよ、今回のスーパーマンは。長い、とんでもないニートなんですけどね。もうどこで泊まってるんだって。アメリカは結構ネットカフェとかないから大変だと思いますけどね。スーパーマンネットカフェ泊まってるの見たくないです。スーパーマンネットカフェ泊まるしかないんだと思うんですけど。で、うろうろしてるっていう33までっていう話なんですよ。それでやっとその自分のその、星から来た宇宙船を見つけて、うん、本当の父親をの映像を見てですね、うん、真実を知るって話になってるんですよね、うん、はあ、確かに新しい。またね、そのね、真実っていうのはもうスーパーマンのその出生っていうのはもうあかっちり決まってるんですけど、原作の方で、うん、クリプトンって星が爆発するんですよ、はい、内部からのエネルギー で、はい、でその時にそのお父さんが自分の子供だけはその助けてあげようとしてロケットに入れて赤ちゃんを、うん、で地球に向けて発射するんですね、うん、で地球にできたらその子供ができないその夫婦がそれを拾って、うん、で育てるんですよ、うん、したらすごい力で正義の味方になるって、これ桃太郎が原作なんですよ。あ、本当だ、そうですね。どう考えても桃太郎なんですよ、スーパーマンって、いや、笑ってる場合じゃないです、これ本当に、本当に、あ、そう、桃太郎なんですよ。っていうのは、これもともと原作者がユダヤ系の人なんですね、でユダヤの伝説にモーゼの伝説がありますよね、出エジプト記っていう旧約聖書に出てくる、はい、モーゼっていうのは子供大殺戮したそのエジプトの王様がいたときに、うん、その自分の息子だけ助けようとしてゆりかごにモーゼの赤ちゃんだったモーゼを乗せて川に流したら、うん、それが拾われてって話なんですよ。それでユダヤの民を救うヒーローになるんですね、うん、モーゼ、これが元になってるんです、うん、あ、今回のこのスーパーマン、今回のてかスーパーマンの話はスーパーマンの話だっていうか、要するにそのモーゼの話も桃太郎の話も全世界にたくさんあるですね、うん、紀州ルリタンというですね、うん、英雄がその親元を離れて別の親に育てられるっていうですね、うん、いろんな伝説の原型を元にしてるんですよね、うん、民話とか伝説ってつながってたりしますもんね。つながってます。でスーパーマンというのはまた面白いのはそのクラーク・ケントっていうですね、はい、イギリス系の名前をもらうんですよ、はい、その育ての親からね、はい、でアメリカのために戦うんですけど、スーパーマンっていうのは原作では必ずこう言うんですね。昔テレビ版も言ってましたけれども、うん、私は正義と真実とアメリカの上のために戦うって言うんですよ、うん、スーパーマンって世界平和のために戦うって言わないんですよ、原作では。あ、そうなんだ。アメリカのために戦うって言うんですよ。へー。これはユダヤの人たちがヨーロッパで迫害されてアメリカに流れてきて、うん、それで彼らの人権を守ってもらったからアメリカのために戦ったからですよ、実際に第二次大戦で。はあ。第一次大戦もそうですけども、うん、だからこれは移民の人たちの気持ちを表現してるんですね、スーパーマンっていうのは。あ、
そういう意味合いがあったんですか。そうなんです。でカルエルっていう本名なんですね、スーパーマンの本名は、うん、クリプトン語では、うん、カルエルっていうのはヘブライ語なんですよ実は。あ、うん、じゃあまさにユダヤ系の。そうなんです。カルエルのエルっていうのは神って意味なんですよ、ユダヤ語、うんうんうん、ヘブライ語で、うん、で神の子って意味なんですよスーパーマンは。へえ。だからこれキリストでもあるんですよ。あ、え、キリスト、スーパーマンは、はいはい、モーセであってキリストでもあるんですよ。だから人々のその悪と戦って傷つくんですね彼はね。で今回の映画の中でも何度もそのスーパーマンがその、まあ、キリストのような十字架のポーズをしたりするシーンがいくつかあるんですけどもね。だからねすごく実は深い話なんですよ。すごく全世界 の, その英雄とか神話の話っていうものを非常にその骨組みとして持ってるんで深いんですね、うん、でしかもそのアメリカに渡ってきたその移民の人でしかも名前を隠さなければならないって、ユダヤ系の人たちはねみんな名前隠してたんですよ昔差別があったんで、え、通名を使ってたんですね、うんうん、だカーク・ダグラスとかドリス・デイとか昔のダニー系とかそういうユダヤ系の俳優の人たちは実はものすごいイシュタロ・シャバレオビッチとかそういう名前なんですよ本当は。だからそういう名前だと差別されるからイギリスっぽい名前にしてたんですね、うんうん、で日本でもその韓国朝鮮系の人は日本名にするしますけれどもあれと同じことはユダヤ系の人たちはやってたんですよ、うん、でそれをクラーク・ケントって名前にしてたんですねスーパーマンは、うん、でアメリカのために戦うって話なんですけども、うん、今回はなかなか戦わないんだこれが、うん、今回はすごく悩んでるんですよスーパーマンは。うん、俺は一体何者なんだと、どっち側についたらいいんだみたいなことになってくるんですね。へー。でどうしてかっていうと、うん、そのクリプトン星でクーデターを起こした軍人がいるんですね、はい、これはゾッド将軍という軍人なんですけれども、はい、それがやってくるんですよ地球に侵略しに来るんです、うん、でクリプトン星は、ね、滅んじゃったから地球に住むんだって言って侵略しに来るんですよ、うん、でスーパーマンにお前はどっちの味方なんだと、うんうんうん、お前はクリプトン人じゃないのかって言って突きつけてくるんですね、アイデンティティ的な問題を、うん、これも非常にリアルな問題ですよね、うん、っていうのはアメリカには実際アフガンとかイラクからその逃げてきた人たちがいっぱいいるんですよ、うん、あのその人たちは要するに私たちはそのイラクやそのアフガンが嫌で逃げてきたんだよとイランとかね、うん、っていうふうにアメリカの人たちに言ってるんですけど、アメリカの人たちは分からないから彼らを非常にその敵視して差別してるんですよ実際は、うん、そお前ら敵国の人間だろうと、うん、本当は逃げてきてるのに、うん、スーパーマンと同じで、うん、で彼らの中で非常に差別されたりすると彼らが結局逃げてきた人の子供なのにアフガン側のテロリストになったりするんですよ。あ、イギリスで起こったその爆弾事件というのは実際にイギリスで逃げてきたそのイスラムの人たちがその子供たちがその、まあ、テロリストになったってことがありましたね、タリバンのね、はい、タリバンじゃない、ごめんなさい、アルカイダの、うん、そういうこともあるんで、そのアイデンティティというのは非常に危険なこともあるし、その差別とかそういったことの深いですね、いろんな問題とかもはらんでるんですよね今回の話は。うーん、でまた将軍様が地球にやってきてですね、スーパーマンと対決するって話になってるんですけども、まあこれはですね子供が見るにはちょっと重い、スーパーマンだから行こうって言って行くと、うん、これはみたいな内容になってますね今回は。すごく単純明快にスーパーヒーローの話っていうわけじゃない、ね、ないんですよ、完全懲悪のね、あのパターンです、ね、そういう話はないんですね。それこれね、監督はですね、ザック・スナイダーっていう人で、ウォッチメンというですねやっぱりアメリカンコミックの、原作を映画化した、非常にそのハードでですね、うん、セックスとかバイオレンスに満ちた暗い映画を撮った人で、この人はすごく漫画をよく知ってる人なんですよ、ええ、であと制作者はクリストファー・ノーランという人で、この人はバットマンシリーズをそのダークナイトシリーズという形で非常に暗いリアルなものに作り変えた人なんですね、うんうん、であとデビッド・ゴイヤーという人はシナリオライターで、この人がそのスーパーマンをものすごくリアルに考えたらどうなるだろうって考えてこの話を作ったんですけども、これはね面白いなと思いますね。日本ではね仮面ライダーとかデビルマンとかあるでしょ昔の、はいはい、実はあれは原作は暗いんですよ、すごい。確かに。デビルマンで、テレビ化した時に明るくなってるんですよ。確かにね。そうだ。そうだ。仮面ライダーとかものすごい暗い暗黒の話なんですよ、実際は。原作はね、で。デビルマンなんかものすごいですからね。でもアニメになると楽しいものになっちゃうんですけども。完全懲悪。わかりやすいヒーローものみたいになっちゃうんですね。ヒーローものになっちゃうんですけども、実はヒーローものってどれも暗いんですよ。
これ最近だって普通の人じゃないんだもん。そうか、そう、ヒーローの葛藤みたいなのがものすごい描くよね、最近ね、これね。そう、でもスーパーマンだけどいつも明るいって言われてたの、もうとうとうスーパーマンもですね、かなり闇に落ちたんですよ今回。いや本当だ、ヒーロー全員闇の部分出されちゃうね最近。そうなんです、だからそれでね賛否両論がすごくあるんですよ今この、マン・オブ・スティールは。確かにヒーローの葛藤、ね、いつも明るい正義の味方をこんなに暗くしていいのっていう感じなんですよね。じゃあ、曲をかけるような感じではないんですね。だから、ね、華々しい曲がかかるような雰囲気じゃないんですよ。ね、はあ、あの格好もできないですよ、そりゃ。そう、重々しいし。で、今までスーパーマンっていうと、そのクラーク・ケントっていう新聞記者になってる時は、ドジで、おっちょこちょいで、うん、で、そのロイス・レンっていう彼女から、馬鹿にされてるって設定だったんですよね。うんうん、で、しかも、同じ顔をしてるのに、メガネをかけてるんですよ、クラーク・ケントは。そう、メガネかけてると、全然周りの人は気がつかないんですよ、スーパーマンってこと。うんうん、こんなバカな話じゃないわけですけど、変装の度合いとしてはね、そうそうそう、ええ、遊びのケイさんみたいな、金さんがね、ちょんまげ変えるだけで分かんないんだ。山里さんメガネ変えたりしてるでしょ。でもこれね、僕そうなんですよ、僕メガネ外すと誰も気づかないんで気づかないんです。逆スーパーマンですね。逆スーパーマン、逆クラクケンですね。そうですね、ただね、どっちもうだつが上がってないんですよ。あ、そうなんですか。いやいや、スーパーマンはね、はい、今回は彼女がね、はい、全然そのメガネかけてわからないとか、そういうバカバカしい設定なしにしちゃってるんですよ。ああ。え、電話ボックスで着替えるのもなし。そうそう。あの、やっぱり山里さんはあのメガネ取る、はい、あの、取って風俗行ったりするんですよね。あ、違うか。マジさん。そうなんですよ。スーパーマンも多分ね、メガネかけて風俗行ったりするんだと思うんですよ。よくわかんないですけど。はい。じゃあ、ある意味スーパーマンも、ね、そういう話も出てきそうなぐらいリアルな話なんですよね。すげえなー。はい。で、一番賛否両論を呼んでるのはね、はい、スーパーマン絶対にやっちゃいけないことってのあるんですよ。これは絶対にスーパーマンはやってはいけないってことを今回やっちゃってるんですよ、今回の映画で。やってはいけないこと、スーパーマンが。それをやったらスーパーマンじゃなくなっちゃうよっていうね。あの、エッチ関係じゃないです。スーパーマンエッチはしてます。はい、映画とか原作でも。はい、なるほど。それは禁止されてないことでやっちゃいけないことやっちゃうんですよ。え、なんで、なんだろう。それはもう大問題になってて。はい、アメリカではその子供連れて見に行ったらびっくりしたよみたいな感じにされてるんですよ。うわ、で、これはね、でもね、見るとね、まあ、これはしょうがねえかって感じでね、もういろいろと考えさせられる映画になってますね。あ、じゃあそこはもう映画館で、映画館でってことですか。そうなんですよ。だからこれはね、賛否両論を読んだ非常に問題作ですね、あの、マン・オブ・スティールは。はい。まあ、あの、超有名なスーパーマンがね、こんな風に変わるということなんですね。アメリカはね、ずっとアメコミってのはバカバカしいもんで、子供が読むもんだと思われた時期があって、それは1980年代にですね、バカバカしいじゃないんだと、うん、ものすごく真面目に考えると非常に政治的だったり、うん、そのいろんな人間のことを、問題のことをね、描いてるんだよってことで描き直すっていうムーブメントが始まったんですよね。それで全てがその大人向けのものになって再生して、現在に至って、その現在、もうアメコミ大ブームですね、映画界はね。はあ、そういう感じになってるんですよ。そっか、ダークナイトライジングとかも面白かったですもんね。ね。そうなんですよ。振り聞いてるからね。日本もそういうのいろいろとやるといいんですけど、日本は結構あの漫画の映画化してもやっぱり子供向けのままなんですよね。そうですね。あんまり変わらないですね。内容変えない。そこはね、やっぱりちょっとやってもいいかなっていう気がするんですけど、日本もね。そうですね。日本だったらどれが。ゲゲの鬼太郎とか原作だとタバコ吸ってますからね。あの、墓場の方ですよね。墓場の鬼太郎原作だと。あれ、水木しげるさんがタバコとコーヒーが好きだったからなんですけど、そういうバージョンもやってほしいなと思いましたね。確かにね、あってもいいかもね、そうですね。はい。そういうね、マン・オブ・スティールでしたけど、これは大人は楽しめます。はい。子供は連れてくのは要注意と。子供はちょっと要注意。思ってもらったからアメリカのために戦ったからですよ、実際に第二次大戦で。はぁ。第一次大戦もそうですけども。だからこれは、移民の人たちの気持ちを表現してるんですね、スーパーマンっていうのは。あ、そういう意味合いがあったんですか。そうなんです。で、カルエルっていう本名なんですね、スーパーマンの本名は、うん、クリプトン語では、うん、カルエルっていうのはヘブライ語なんですよ、実は。あ、うん、じゃあまさにユダヤ系の。そうなんです。カルエルのエルっていうのは神って意味なんですよ、ユダヤ語、うんうんうん、ヘブライ語で、うん、で、神の子って意味なんですよ、スーパーマンは。へえ。だからこれキリストでもあるんですよ。あ、キリスト、スーパーマンは、はいはい、モーゼであってキリストでもあるんですよ。
だから人々のその悪と戦って傷つくんですね、彼はね。で、今回の映画の中でも何度もそのスーパーマンがその、まあ、キリストのような十字架のポーズをしたりするシーンがいくつかあるんですけどもね。だからね、すごく実は深い話なんですよ。すごく全世界 の, その英雄とか神話の話っていうものを非常にその骨組みとして持ってるんで深いんですね、うん、でしかもそのアメリカに渡ってきたその移民の人でしかも名前を隠さなければならないってユダヤ系の人たちはねみんな名前隠してたんですよ、昔差別があったんで、え通名を使ってたんですね、うんうん、だカーク・ダグラスとかドリス・デイとか昔のダニー・ケイとかそういうユダヤ系の俳優の人たちは実はものすごいイシュタロ・シャバレオビッチとかそういう名前なんですよ本当は。だからそういう名前だと差別されるからイギリスっぽい名前にしてたんですね。で日本でもその韓国朝鮮系の人は日本名にするしますけれども、あれと同じことはユダヤ系の人たちがやってたんですよ。でそれをクラーク・ケントって名前にしてたんですね、スーパーマンは。でアメリカのために戦うって話なんですけども、今回はなかなか戦わないんだ、これが。今回はすごく悩んでるんですよ、スーパーマンは。俺は一体何者なんだと、どっち側についたらいいんだみたいなことになってくるんですね。へえ。どうしてかっていうと、うん、そのクリプトン星でクーデターを起こした軍人がいるんですね、はい、これはドッド将軍という軍人なんですけれども、はい、それがやってくるんですよ、地球に侵略しに来るんです、うん、でクリプトン星は、ね、滅んじゃったから地球に住むんだって言って侵略しに来るんですよ、うん、でスーパーマンにお前はどっちの味方なんだと、うんうん、お前はクリプトン人じゃないのかって言って突きつけてくるんですね、アイデンティティ的な問題を、うん、これも非常にリアルな問題ですよね、うん、っていうのはアメリカには実際アフガンとかイラクからその逃げてきた人たちがいっぱいいるんですよ、うん、その人たちは要するに私たちはそのイラクやそのアフガンが嫌で逃げてきたんだよと、イランとかね、うん、っていうふうにアメリカの人たちに言ってるんですけど、アメリカの人たちは分からないから彼らを非常にその敵視して差別してるんですよ実際は、うん、要するにお前ら敵国の人間だろうと、本当は逃げてきてるのに、うん、スーパーマンと同じで、うん、で彼らの中で非常に差別されたりすると、彼らが結局逃げてきた人の子供なのにアフガン側のテロリストになったりするんですよ。あイギリスで起こったその爆弾、ちゃんと髪の毛前髪垂れてるんですよ、そうだ一草、はい、でも今回垂れてないんですよ。なんかスーパーマンといえばってものを全部こう外しちゃってるんですね、全部外してくんです。しかも映画の中で1回しかスーパーマンって言葉が出てきません。え？なんと。でもスーパーマンの話なんですよね。そう。でね、この映画、今回、マン・オブ・ステルってどういうのかっていうと、うん、スーパーマンというのは、もし本当に実在したとしたならば、うん、一体どうだったろうってことを徹底的にリアルにリアルにリアルに考えた映画なんですよ。ね、取りますね。そうすると一番変なのは、スーパーマンというのは実は宇宙人なんですよね。うんうんうん、クリプトンという星から来たクリプトン星人なんですけれども、うん、なぜか胸に S っていうスーパーマンの S っていう字が書いた服を着てるじゃないですか、はい、なんで宇宙人が S っていうアルファベットのなんていうの頭文字の服を着てるかっておかしいじゃないですか。あ、そスーパーマンの S じゃない、そこスーパーマンの S、はい、ね、SM の S じゃないですよねえ、おかしいでしょ俺は S だ、宇宙人なのに違う違う、はい、アルファベット使ってると、うん、はあ、あ、そっか。今回はそれもちゃんと説明があるんですよ。その説明がある、この S が何の S かってことですか。そう、胸に S って字が書いてあるわねって言うんですよ、恋人になるロイス・エンっていうあの女性新聞記者がね、はい、ふとそのスーパーマンはこれ S じゃないんだよと、え、うん、言うんですよ、はい、クリプトン星では希望の印なんだよ、でこれ形なんだよって言うんですよ、たまたま地球の S に似てるだけなんだって説明するんですよ。すごいでしょ、でいろんな説明があって、スーパーマンでマントつけてるじゃないですか、はいはい、あれもなんか変じゃないですか、はい、ね、あれがないと飛べないっていう、その飛ぶ能力を増幅するためのなんていうかマシンなんだみたいな説明があるんですよ。マシン、そう、あれをつけることで飛べるんですよ、スーパーマンは、うん、あれがないと飛べないって話になる。そうですよね、マントありますもんね、スーパーマン。そうなんです。でそういう説明がすごく細かく入ってくるんですよ、うん、で本当にリアルにやったっていう映画になってるんですね、うん、でリアルにやったらどうなるかっていうと、ものすごい暗い内容なんですよ。はい、これどうしてかというと、スーパーマン子供の頃からスーパー能力があるから、うん、普通の子としてなんていうか暮らせないんですよ、うん、いろんな能力持ってるんです。で例えばスーパーマンの能力ってのは、要するに何キロも離れたところで落ちる針の音まで聞こえるんですよ、はい、針が落ちる音が何キロ先からでも聞こえるって能力なんですね、はい、うん、
と子供の頃それがコントロールできないからうるさくてしょうがないんですよ。うるさくてしょうがなくて、ね、ね、ノイローゼみたいになってくるんですよ、小学生の頃。スーパーマンは、はい、でもう一つはスーパーマンで投資能力あるんですよ。あ、はい、だから学校で先生とか友達がみんな骸骨に見えたり食べ物のところのお腹にあったり内臓とか全部見えちゃうんですよ。で気持ち悪くなっちゃうんですよ。え、これ町山さん、これって今回、はい、コメディなんですか？いや違いますけどね。そういうシーンが本当にあるんですよ。子供が小学校で学校の先生の顔の中身が見えて気持ち悪くなっちゃったシーンがあるんですよ。スーパーマンが、うん、これはやっぱりものすごくうまくそのさん、今日はですね、うん、あのスーパーマン、みんな知ってますよね、スーパーマンの、はい、まあ、新たにですね、もう全然違うタッチで描いたあの映画で、アメリカで大ヒットしてるですね、マン・オブ・スティールというね、映画について話します、うん、はい、でちょっとまあ、スーパーマンといえばやっぱりこの音楽なんで、ちょっと聞いてください。はい、そうそう、これね、うん、こんなイメージですよ、絶対、ね、ヒーローやってきたぞ、みたいなね、撮りたみたいなね、それ、竹ちゃんマンでしょ。もうこれはね、もう本当、ジョン・ウィリアムス大先生のね、うん、作曲ですけど、この人、まあ、ほとんどどの曲も同じなんですけど、全部これ見た感じなんですか、の作曲家ですけど、はい、でも上がりますね、やっぱりね。上がる。ところが、今回のマン・オブ・スティールっていう新しいスーパーマンは、この音楽使ってないんです。スーパーマンなの？これを使わないんですか？使わないんですよ。これがないスーパーマンなんて、ちょっと待てよみたいな感じなんですけど。でこれマン・オブ・スティールってタイトルですけど、タイトルにスーパーマンってついてません。はい、ついてない。確かに、もうこれはもう今までのスーパーマンと全然違うんだよってことなんですね。へえ、はい。でマン・オブ・スティールってのはね、鋼鉄の男って意味なんですけれども、うんうん、あの原作の漫画の方でマン・オブ・スティールっていうシリーズがあったんですよ、スーパーマンが出てくる。でその辺が元になってるんですけれども、これはあのバットマンがね一回全然違う、うん、タイトルでダークナイトっていうタイトルで公開したことあるんですね。はいはい、あれは要するに今までのバットマンとは違うんだよってことでやったわけですけれども、はい、それと同じでもう全然違うものにしてるんですよ今回。へー。でどういう風に違うかというと、一番違うのはですね、うん、赤いパンツ履いてないんです、スーパーマンが。え、スーパーの青い全身タイツにちょっと赤いパンツですもんね。だってあれどう考えても変ですよ。まあ確かに、全身タイツの上にブリーフ履いてるんですよ、うん、赤いパンツ、きちっとした。確かに、はい、人救ってなかったら警察に捕まるタイプですよね。でしかも黄色いダサいベルトがついてるんですよ、太い。あ、そうですね。そっか、でもスーパーマンといえばですよね、うん、これですよ。でもこれでもすごいダサいんですよ昔から、はい、うん、子供たちもやっぱりスーパーマンあんまり好きじゃないんですよ。え、あ、そうなんですか。やっぱり下着をタイツの上に履くっていうのは恥ずかしいっていうね。これをうまく着こなすのはちょっと難しいですね、確かに。ちょっとなんかこれかっこよくなんないですよね、これね。で、スーパーマンっていうのは実はついこの間ですね、はい、数年前に一回リメイクされてるんですよ、映画で。え？もう本当数年前なんですけども、はい、それはでも赤パン履いてたんですよ。うん。で、だからあんま新しい感じはしなかったんですね。うん。今回赤パンなしなんですよ。なし。へぇ。で、もう一つスーパーマンといえばですね、あの前髪、うん、前髪がね、うん、カールした S の字になって額に垂れてるんですよ、スーパーマンって。はいはいはい。必ず垂れてます。え、え、それもね、必ず毛がこう垂れてるんですよ、こう、うん、スーパーマンといえば、うん、クリンってなってますよね。あのドクタースランプあられちゃんに、はい、あの著作権無視で梅干し食べてスーパーマン出てきますよね。はい、著作権無視でか。あれも牛の能力をコントロールして服だけ透かすようにした方が良かったですね。はい。地球すげえな、そんなに。思春期ぐらいになったら、それぐらいの能力。思春期だったらね、でも大変だと思います、それはそれでまたいろいろ。はい。で、結局、いられなくて、人間たちの中で生活できなくなっちゃって、で、しかもすごい能力があるのに、喧嘩しちゃいけないって言われてるんですよ。あ、そこ強いし。喧嘩したら殺しちゃうから、相手を。はい。で、もういられなくなっちゃって、自分探しの旅に出るんですね、彼は。っていう話で、しかもその自分探しの旅を33までやってるんですよ、今回のスーパーマンは。長い。とんでもないニートなんですけどね。もうどこで泊まってるんだって。アメリカは結構ネットカフェとかないから大変だと思いますけどね。スーパーマンネットカフェ泊まってるの見たくないです。スーパーマンネットカフェ泊まるしかないんだと思うんですけど。で、うろうろしてるっていう33までっていう話なんですよ。それでやっとその自分の、その、星から来た宇宙船を見つけて、本当の父親の映像を見てですね、真実を知るって話になって
はあ、確かに新しい。またね、そのね、真実っていうのはもうスーパーマンのその出生っていうのはもうあかっちり決まってるんですけど、原作の方で、クリプトンっていう星が爆発するんですよ。はい。内部からのエネルギー で、はい、でその時にそのお父さんが自分の子供だけはその助けてあげようとしてロケットに入れて赤ちゃんを、うん、で地球に向けて発射するんですね、うん、で地球にで来たらその子供ができないその夫婦がそれを拾って、うん、で育てるんですよ、うん、そしたらすごい力で正義の味方になるって、これ桃太郎が原作なんですよ。ああ本当だ、そうですね。どう考えても桃太郎なんですよ、スーパーマンって、いや笑ってる場合じゃないです、これ本当に桃太郎なんですよ。っていうのはこれもともと原作者がユダヤ系の人なんですね、でユダヤの伝説にモーゼの伝説がありますよね、出エジプト記っていう旧約聖書に出てくる、はい、モーゼっていうのは子供を大殺戮したそのエジプトの王様がいた時に、その自分の息子だけ助けようとしてゆりかごにモーゼの赤ちゃんだったモーゼを乗せて川に流したら、それが拾われてって話なんですよ。それでユダヤの民を救うヒーローになるんですね、モーゼ、これが元になってるんです、あ、今回のこのスーパーマン、今回のてかスーパーマンの話はスーパーマンの話だっていうか、要するにそのモーゼの話も桃太郎の話も全世界にたくさんあるですね、騎手ルリタンというですね、英雄がその親元を離れて別の親に育てられるっていうですね、いろんな伝説の原型を元にしてるんですよね。民話とか伝説ってつながってたりしますもんね。つながってます。でスーパーマンというのはまた面白いのは、そのクラーク・ケントっていうですね、イギリス系の名前をもらうんですよ、はい、その育ての親からね、はい、でアメリカのために戦うんですけど、スーパーマンっていうのは原作では必ずこう言うんですね、昔テレビ版も言ってましたけれども、はい、私は正義と真実とアメリカの上のために戦うっていうんですよ、スーパーマンって世界平和のために戦うって言わないんですよ、原作では。あ、そうアメリカのために戦うっていうんですよ。へー、これはユダヤの人たちがヨーロッパで迫害されてアメリカに流れてきて、それで彼らの人権を守るというのは、実際にイギリスで逃げてきたそのイスラムの人たちが、その子供たちがその、まあ、テロリストになったってことがありましたね、タリバンのね、はい、タリバンじゃない、ごめんなさい、アルカイダの、そういうこともあるんで、そのアイデンティティというのは非常に危険なこともあるし、その差別とかそういったことの深いですね、いろんな問題とかもはらんでるんですよね、今回の話は。でまた将軍様が地球にやってきてですね、スーパーマンと対決するって話になってるんですけども、まあこれはですね、子供が見るにはちょっと重い、スーパーマンだから行こうって言って行くと、これはみたいな内容になってますね、今回は。すごく単純明快にスーパーヒーローの話っていうわけじゃない、ないんですよ。完全懲悪のね、あのパターン。そういう話はないんですね。それこれね、監督はですね、ザック・スナイダーって人で、ウォッチメンというですね、やっぱりアメリカンコミックの、原作を映画化した、非常にそのハードでですね、セックスとかバイオレンスに満ちた暗い映画を撮った人で、この人はすごく漫画をよく知ってる人なんですよ、で、あと制作者はクリストファー・ノーランって人で、この人はバットマンシリーズをそのダークナイトシリーズっていう形で非常に暗いリアルなものに作り変えた人なんですね、であとデビッド・ゴイヤーって人はシナリオライターで、この人がそのスーパーマンをものすごくリアルに考えたらどうなるだろうって考えてこの話を作ったんですけども、これはね面白いなと思いますね。日本ではね、仮面ライダーとかデビルマンとかあるでしょ昔の、はい、実はあれは原作が暗いんですよ、すごい。確かにデビルマンでテレビ化した時に明るくなってるんですよ、ね、確かにね、そうだそうだ。仮面ライダーとかものすごい暗い暗黒の話なんですよ、実際は原作はね、でデビルマンなんかものすごいですからね、でもアニメになると楽しいものになっちゃうんですけども、完全懲悪、分かりやすいヒーローものみたいになっちゃうんですね、ヒーローものになっちゃうんですけども、実はヒーローものってどれも暗いんですよ、これ最近あのだってに普通の人じゃないんだもん、そうか、ヒーローの葛藤みたいなのがものすごい描くよね、最近これね、そう、でもスーパーマンだけどいつも明るいって言われてたの、もうとうとうスーパーマンもですね、かなり闇に落ちたんですよ、今回、いや、本当だ、ヒーロー全員闇の部分出されちゃうね、最近。そうなんです、だからそれでね、賛否両論がすごくあるんですよ、今、この、マン・オブ・スティールは。確かに、ヒーローの葛藤、ね、いつも明るい正義の味方がこんなに暗くしていいのっていう感じなんですよね。じゃあ、あの曲をかけるような感じではないんですね。ああいう華々しい曲がかかるような雰囲気じゃないんですよ。ね、はあ、であの格好もできないですよ、そりゃ。そう、重々しいし、で、今までスーパーマンっていうと、そのクラーク・ケントっていう新聞記者になってる時は、ドジで、おちょこちょいで、でそのロイス・レンっていう彼女からバカにされてるって設定だったんですよね、
で、しかも同じ顔をしてるのにメガネをかけてるんですよ、クラスケントは。はいはい、そう、メガネかけてると全然周りの人は気がつかないんですよ、スーパーマンってこと。こんなバカな話じゃないわけですけど。変装の度合いとしてはね。そうそうそう。ええ、遊びにかけたぐらいで気づかれないんだったら、ね、ちょんまげ変えるだけで分かんないよ。山里さん、メガネ変えたりしてるでしょ、でも。これね、僕そうなんですよ。僕、メガネ外すと誰も気づかないんで。気づかないんです。逆スーパーマンですね。逆スーパーマン。逆クラークケントですね。そうですね。